はい、どうもこんにちは。今日もね、さざなみふぐちゃんにね、餌あげていこうと思います。ね、なで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 して、お腹もなでなでして。今日はですね、いろんな餌がありますね。まずはね、つぶ貝。つぶ貝ね、好きなんでね、結構硬いんですけどね、さざなみふぐちゃんの歯があるんでね、つぶ貝でもね、バクバク食べますね。ん？美味しいですか？じゃあ次はイカ。イカですね、イカ。はい、イカイカイカはいはいはい、もう食べちゃった。ん？じゃ次はどうしたの？ん？どうしたの？ちっちゃいのがなんかあった？ほら、エビ、エビね、エビ、エビ、ほら、エビ、これ、はいはいはい、ちっちゃいの、あ、そう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 、はいはい、じゃあ次はアサリかな。アサリ、アサリね、いつもの、はいはいはい、アサリはね、裏切らないですね。アサリはやっぱ大好きですね。ん？まだ欲しい。ちょ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 、ピュッピュッてやったらダメだから。イカね、イカさん、ほら、もしもしもしも、あれ、あっち行っちゃった。どうしたの？もし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 、ん、何してんの？イカさんあるよ、イカさん、ほら、イカさんいらない、もういらない。なんか向こう側気になってるみたいですね。ちょっとちょこ手前に来てください。手前に、手前にね。じゃあエビさんは、エビさんや、エビさんいらない、もう、あ、いりますね。食べた。なんか下に、下にエビさん怒ってる。ほら、あれ、なんでここエビさん怒ってんの？さっき、さっきの、これさっきエビさん食べなかった？なんかもう4種類立て続けに食べたらお腹いっぱいになったのかもしれないですね。あ、まだ食べますね、食べますね。エビはなんか何種類か、あの、種類があるんですけど、一番食いつきがいいのはお寿司のボイルしたエビですね。それかお寿司の生のエビ、うん、今あげたのは業務用スーパーで買ったちっちゃいエビなんですけどね、それはなんかあまり人気がない気がします。イカさんはもう、もうお腹いっぱい。これほら、イカさん、イカさん、イカさん落ちてって、あ、食べる食べる。あ、でももうなんかお腹いっぱいみたいですね。結構あげましたからね、6つぐらいあげましたかね、6切れぐらいあげましたからね。あっちに、あ、ただ泳いでるだけですかね。ん？ねえ、こうやってね、食後にね、あの、なでなでしてね、スキンシップをします。そうするとなんか仲良くなります。あ、おじゃおじゃおじゃね。そんな感じです。